あ、動く。あ、今アニメやったんだ。嘘でしょ。嘘でしょ。これ大丈夫かエリちゃん。よくぞ戻られた勇者たちよ。おはようございます。チラッと回します。さあ今回はついにですよ、珍事の次回5回、最奥部まで行きたいと思います。というわけでですね、まあちょっとレベル上げも兼ねまして、ちゃんとやりまして、今18と17というね、なかなかのレベルになったんじゃないでしょうか。はい、というわけでね、今回エリちゃんと僕でまず第一階層突破、これをやっていきたいと思います。で、第一階層突破したらもう多分自己満で終わるんじゃうかなと思ってる短い実況でしたけども第一階層終わったらどうするか、続けるかな。他のゲームって言ってもね、僕やりたいゲームないのよ。ドラクエ11とかも買わないしな。だから、なんか別のクリアしてないゲームもまだあるから、それやるとか、そういうあたりかな、考えてんのは。まだクリアしてないゲームあるからね、一応。まだあんのって言われる。それか、世界中もね、意外とね、クリアはしてないから、クリアまでやってみるっていうのもいいかもしれないね。はい、じゃあやっていきましょうか。とりあえずまずね、こんなうだうだやってますけど、5回をまずクリアしないと話になりません。行きましょう。さあ。さっきまで自社取ってるから頭痛いな。さあ、まあね。この前行ったあの扉、ここの先は、もう多分最奥地だと思うんで、行きましょう。お、何か強い気配を感じて扉まで到達した。これまで出会ったこともないほど恐ろしい敵が存在しているようだ。はーい。屈折開けます。部屋に足を踏み入れると、そこは大きな広間になっていた。しかし、先ほどまで感じた気配の後ろの姿はなく、穏やかに風を吹いている。はぁ、なんだよ、猫か驚かせんねよ。軽く息を吐き、気を許しかけたその時、君たちの目の前に小さな石像の群れが現れる。おぉ、動いた。珍しいな、世界中でこんな動く、今、アニメあったんだ。うわぁ、すごい。組体操かな、新手の。うわ、紫色とかやばいよ、これ。小さな石像の目は一つ一つで集まり、巨大なゴーレムと変貌を遂げた。肌を刺すような強い気を放つ。この巨大ゴーレムが、ビュアニアの魔法結界の要なのだろう。動かねえじゃねえか、あいつ。さあ、どうしてくれましょう。なんだこれ。あ、待てよ。ん？これ？待てよ。ここにあるな。ここにもあるな。これあれか？これあれかな？でも対応する石像の向きがないんだよな。ちょっと待っててくださいね。これ重要かもしんない、攻略に。忘れたけど、これしてたんじゃないかな、自分もしかしたら。してたかな？クリアの時に、あれを使えば楽なんじゃないの？だから、あそこに建てれるような石像を探せばいいんじゃないかな。見つけました！あのね、裂け目のとこに、まず一つと、ここにもう一つあって、それをすると、これが塞ぐんですよ。多分これ小さなゴーレムたちが、確かね、覚えてんだよ。確か小さなゴーレムたちがね、増援で来るんだよ。だからここを防いでおけば、ある程度ね、戦闘が楽になる。じゃあ、準備を整ったところで、まだ準備は入念に、HP は満タンにしておきましょう。HP を満タンにしておきます。さて、では行きましょうか。大ボスです。今回一番の見せ場です。行きましょう。
ゴーレムが現れた。僕の知ってるゴーレムじゃないんだけど、もっとレンガなんだけど、僕の知ってるゴーレムは。さあ、どうしてくれよ。とりあえずバンカー。何でもバンカー。毒効くかな、これ。毒効くの、これ。待てよ。ユニオンスキルでアナライズ見ればいいんだ。これで見よう。で、ディフェンス。一点目見た方がいい。一旦目、様子見よう。さあ、何が来る？もうダメだって。嘘でしょ。嘘でしょ？嘘？は？は？ネクタイ。動けますか？やっぱり来てるな。下画面見たらわかるわ。めっちゃ来て、聞こえようとしてる。でも、ここ防いであるから、下の3、2体しか来ない。にしても強くねえか。どういうこと？めちゃくちゃ強いじゃん。嘘でしょ。え？嘘。信じられんわ。強すぎるわ。毒効かないかな？あ、効かないか。まとんでいる。ストンピング。うわ、効かないかな、毒。毒効きゃ勝てる。効かないか。効かねえな、これ絶対。なんかマジで。うわうわ、後ろから来てるな。攻撃してからあかんな、でもこれ。うわぁ、予想以上に強いぞ、これ。どこを狙ってるの？ストンピング。2、バンカーでよかった。ち、うざいわね。嘘でしょ？これ、どうして勝てんの？全然効かねえわ。さすがにゴーレムじゃダメか。炎の焦点。乱入ですか？これは嫌な予感が しかしねえぞ。大丈夫ですか？やっぱり爆発だ。耐えろ。60、 60、 OK、 OK、 よく耐えた。なんとか削っていかないと。SP が削らないと勝ち目がないぞ、もちろん。毒が効かないのが辛いな。毒が効かないの辛すぎるだろう。倒すべきはもうこのゴーレムの核だよね。行きますよ。でも、こいつらの攻撃自体は、少ない、小さいから。だから、こいつをもうちょこちょこ狙っていった方がいいっていうところか。あー、毒も効かねえわ。全部罰だわ。ダメだ。そうか。海賊性、アイスが効く後、アイススライサーの出番か。アイススライサーで遠隔攻撃攻撃。インとかでもこれ、賢さあんまないな。ダメだな。ってことは。海賊性攻撃、バラージュオール。一回これ撃つか。全員攻撃だからね。まだこれからです。ウルタイデル。さあ、5。よし、エリちゃんはだいぶ経験できる。予想通りね。バラージュオール。おー、いいね。効く効く。結構効く。バラージュオールでチビたちには130与えれる。あれ ?130 の割に。130って書いてある。え、全然気になる。2000もあんのこいつ。2000もあんのこいつ。2000もあんの。
とりあえずガンガン狙っていくしかないか。普通に攻撃してもいいかな。58。予想通りね。でもこのチビコーレムたちは攻撃が弱いから、うわーこれ爆発してくるぞ。これ合体するとすぐ爆発してくるわ。もう守った方がいいな。ミニオンスキルダメだ。エリちゃん何もない。ディフェンスディフェンスや。これ守りがね、爆発で死ぬ。エリちゃんがこれだと。3。バンカー。でも結構、うお、よし。バラジョー。ポイズンスモークはゴーレムに効かねえからな。さあ、バラジョール。物理攻撃低下は強いぞ。でも。だいぶ物理攻撃低下は効く。合体。そしてまた来るんだな。防塵敷地引いといた方がいいかな。でもあんま意味ないよな。もともと経験値高いから。普通にエリちゃんで殴ってた方がいいか。私がいるの？違う。普通にもう殴ってた方がいいわ。52。うわぁ。自利品だな。焦らずに行けば勝てるんじゃないか、これ。頑張れば。焦らずに少しずつ、一歩ずつ与えていけばいけるぞ。レベルは足りとる。少なくとも。あ、やばい、これ爆発してくるんだ。守るしかないよな。に、あぁ。大体爆発だからな、この後に。うわぁ、危ない！エリちゃん！いい悲鳴だ！とりあえずバンカー置くか。これ回復間に合わねえな。大丈夫ですか？難しいっすね、これ。だいぶね、攻撃力はね、合体した時本体の攻撃力が非常に高いんで、もう周りは無視でいいかもしれないですね、これ。朝も最低したか。次来るね。まあ、間違いなく来るからな。もうこれはもう防御しかない。1、2、59、30。オッケーオッケーオッケー、よく耐えた。普通に殴るしか勝ち目がなさそうやな。うるたいで、よしよしよし、ラッキー。マドンでいる。オッケーオッケーオッケー。あ、でも結構9とか結構チビチビ来るのは嫌やな。やっぱバンカー置かなあかんな。手数が足んなさすぎるぞ。防御。爆発出た。うっ、まだ。あ、いい声だ。あ、いい声だ。もう、そういう、そっちの趣味出さないでほしいな、自分も。すぐそっちの趣味を出す。ダブルアタック。やるしかないでしょう。さあ行こう。覚悟はできてる。73。な、100。ダブルアタックが強い。予想通りね。ダブルアタックが強すぎる。これでもうやっていくしかない。うわぁ、もう3分の1減ったよ。大丈夫ですか？大したよ。
ねえ、どっちを残す？アムリタが少ししかないから、チビゴーレムの王子をちょこちょこ食らってると爆発の HP 持てないかもしんないんだよね。どっちにこのアムリタを使うか。もう道具全部使うかこれやってるけどさ、いけるかこれ、そもそもが。アムリタをどこで使うかや。どっちに使うか、 A ちゃんか自分か、回復できる自分か、バンカーを受ける A ちゃんか。大事やと思う。この選択重要や。迫ってくるぞ、その時間が。うえ、嘘でしょ。なしだろお前、聞かすんのはなしだろ。聞かすんの、まだ、え、聞かしたんだけど、おい、敵かぶり咲いたぞあいつ、どういうことよ。あ、石をもらった。よしよしよし、石をもらった。早い。早くもらってくれた。よかったよかった。大丈夫ですか？いや、予想通りね。何それ、なんで半分切ったあたりからそんなことしぐんのよ。ちょっと、さっきから変よ。なんちょっと違うのよ。パターンが変わった。パターン変わったんだけど、聞いてないよ。そうでしょ。マジで？やばいかこれ、これやばくねえか、これ大丈夫かエリちゃん。この程度で、うわっとね、エリちゃん、エリちゃん死んでる。どうしよう、エリちゃんがやられてる。マジでかよ、やばいってこれ。強いって、強いって、ちょっと待ってくれ、ちょっと待って。なんだこいつら。どう